それではヒーローインタビューです。さあ今日のヒーローは見事に先発そしてリーグ戦初勝利を飾りました宮城コナン投手に来ていただきました。宮城投手おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日はここまでの2戦の第2戦ではなくて、カード初戦の先発ということになりましたけれども、今日のその初戦の先発に上がった意気込みというのはどんな感じだったんでしょう。やっぱ先週明治戦でこう自分が負けてしまった分こう伊藤さんが第3戦でこのあのようなピッチングされてたのでやっぱそこに刺激もらいながら今日のマウンドに上がりました。まあ、2回にちょっとピンチがありましたけれどもそこを抑えてからもうスイスイでしたね。こう自分自身今日本調子ではなかったんですけれども、こうバックに守っていただきながらこう2回以降は自分のリズムでいけたんじゃないかなというふうに思います。そんな中で味方の大量点というのもかなり気持ち的には楽になったっていうところもありますか。いやもうとても楽になってこう思いっきり気持ちよく投げさせてもらいました。放送席には小林至さんもいらっしゃいますけど小林さんからも何か質問があれば。はい、どうも陸前初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。これ先発言われたのはいつですか。明治の第3戦が終わった後にはもう土曜日の先発があるかもというふうに伝えられてました。あ、そうかそうか。緩急自在の素晴らしいピッチングだったと思うんですけどあのコンビネーションがやっぱり、あなたの持ち味ですか。はい。であと投げている姿を見ると今日ね先ほどあんまり調子良くなかったっておっしゃってましたけどもなんとなく左バッターよりも右バッターの方が投げやすそうに感じたんですけど前からそうですか。そうでもないですか。今日は右バッターの方が少し投げやすかったです。そうですよね。なんとなく左よりも右の方の、はい、右の多分アウトローのところの出し入れにはすごく気持ちよく投げてる感じだったんですけど左の時はちょっとなんか投げにくそうな気がしたんですけどこれではちょっとそのあたりが調子が悪かったっていうあんまり良くなかったってさっきおっしゃった部分。はい、そうだと思います。そうです。いずれにしましてもリーグ戦初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。その初勝利の気分というのはどうですか。やっぱりこう立教戦も明治戦もなかなかこうチームの勝利に貢献することができていなかったので、まあ、今日こういう形でこうチームの勝利に貢献することができてひとまずホッとしてます。さあこれからその勝ち星まだまだ伸ばしていかないといけないと思いますけれどもこの先に向けて意気込みをお願いします。まだまだリーグ戦続いていくのでこう変わらずこうチームの勝利に貢献できるようなピッチングを心がけていきたいと思います。ナイスピッチングでした。今日のヒーローの宮城コナン投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。